はい、こんにちは、アリアです。今回はこのスイッチとマグネブロックについて説明していこうと思います。僕が数日いじって分かったことを説明しますので、本当に基礎中の基礎かもしれません。今更ですがやっていきましょう。まずはスイッチから。スイッチは全部で5種類あります。床スイッチ、リモコンスイッチ、壁スイッチ、そしてリモコンスイッチの上下、全部で5種類です。スイッチは皆さんご存知の通り、押すとその範囲内にある兵器が動いたり、明かりがついたり消えたり、マグネブロックも作動しますね。それぞれのスイッチによって影響する範囲が異なっています。まずは床スイッチから。床スイッチは水平方向に 5×5 マス、そして垂直方向に3マス分動作します。実際にやってみましょう。押すとこんな感じ、範囲内の兵器が動作して明かりが消えますね。もう一度押すと明かりがついて兵器が作動します。効果範囲内はさっき言った通り、水平方向に 5×5 マス分、そして垂直方向に3マス分動作します。壁スイッチも同様の効果範囲です。スイッチがあるブロックマス、このマスを中心に水平方向に 5×5 マス分、そして垂直方向に3マス分作動しますね。また押すとこんな感じ、効果範囲の明かりが消えて兵器が作動しました。もう一回押すと明かりがついて兵器が作動しますね。最後はリモコンスイッチ。リモコンスイッチは三角形の形をしていますね。この尖っている方に向かって15マス分効果が及びます。ここに押すと先に並んだ3つだけが作動します。横だったり斜めにあるブロックには全く影響が及びません。横には影響しませんでしたね。もちろん上も反応しません。こんな感じで尖っている先端の方向だけに影響が及びます。これは残り2つのリモコンスイッチも同じです。上を押すと上方向にあったこのブロックライトだけが消えますね。くっついている側のブロックには何の影響もありません。そしてスイッチ、さっき作動すると言ったのは兵器と明かりと、そしてマグネブロックだけと言いましたが、もう一つ反応するものがありますね。それはスイッチです。別の形のスイッチが効果範囲内にあればしっかり作動します。こう押すことで効果範囲内のスイッチが同時に動きます。もちろんリモコンスイッチで四角い床スイッチを押すことも可能です。連鎖的に動作が広がります。リモコンスイッチの場合には方向を変えることで同じように影響が及びますね。ここを押すことで順番につながって全部のスイッチが押されます。ただ一つだけ例外があって、この壁スイッチと床スイッチは同じ扱いになるようです。同じ効果範囲内に床スイッチだったりリモコンスイッチを並べても、残念ながら床スイッチは反応しません。影響するのはリモコンスイッチだけです。同じようにこの床スイッチを踏んでも影響するのは三角のリモコンスイッチだけです。丸スイッチは丸スイッチ、壁スイッチは反応しません。次はマグネブロック。マグネブロックはスイッチと違ってストーリーで覚えることはできません。空っぽ島のここで覚えることができます。山頂へ向かう途中の道の北東側ですね。ここら辺。ここら辺にあるちょっとした穴をハンマーでブロックを壊すことで中に入れるようになります。もともとね、こう塞がってます。1ブロック分しか空いていません。ブロックをどかして中に入ると、マグネブロックと引っ張りマグネ、遠ざけマグネが入ってますね。そして奥の小部屋に入って、この緑の本、赤の本、
青の本を読むことで全てのレシピを覚えることができます。マグネブロックと引っ張りマグネ、そして遠ざけマグネの3種類を覚えることができます。マグネブロックの材料は鉄のインゴットです。そして引っ張りマグネ、遠ざけマグネにはマグネ鉱石を使います。闇闇島で集めることができますね。せっかくなのでマグネ鉱石取りに来ました。場所は闇闇島です。闇闇島のこんな感じで枯れた木がたくさんある場所にマグネ鉱石は埋まっています。地面にね、数個だけ出ています。 3,4 個露出していますね。そして地下にも何個か埋まっていて、合計10個かな、10個前後集めることができると思います。闇闇島に来たら枯れた木たくさんある場所を目印にマグネ鉱石探してみてください。1回で10個前後しか集まりませんが、この山が数個ある場合もあります。1回でね、3、40個手に入る島もあります。マグネ鉱石拾ってきたので説明の続きをしていきましょう。さっき空っぽ島で読んだ本3冊、覚えることができたレシピはこの7種類です。普通のマグネブロックと、あとは引っ張りマグネ横上下、同じように遠ざけマグネ横上下、この7種類を覚えることができました。そして鉄のインゴット2個を使ってマグネブロック、マグネ鉱石2個を使って引っ張りマグネ、遠ざけマグネを作ることができます。さっき言った通りですね。引っ張りマグネと遠ざけマグネ、これはビルダーパズルだったりストーリーでもちょっと出てきましたよね。覚えてる方も多いと思います。遠ざけマグネ押すと向こう側へマグネブロックが進んでいきます。名前の通り遠ざかっていきますね。限界まで進んだら引き寄せマグネで戻すことができます。引っ張って戻ってきますね。もちろん障害物があったらそこで止まってしまいます。遠ざけても引っ張っても同じように引っかかりますね。そしてこのマグネブロック、形状記憶というか元の形を維持したまま進みます。こんな感じで空洞があってもこの形を維持したまま遠ざかったり引っ張ったりします。形が崩れずに遠ざかって、形が崩れずに帰ってきます。そしてもう一つマグネブロック面白い機能があって、カモフラージュ機能ですね。好きなアイテムに見た目を変更することができます。こんな感じでね、こんな感じで大時計もカモフラージュすることができます。大きいアイテムの場合は一番左下にマグネブロックが来るように設置されますね。スイッチをカモフラージュした場合、これを押したりすることはできません。空間があって引っかかりますね。時計だけは時間をちゃんと示してくれるのかな。収納箱をカモフラージュしても中に物を入れることはできませんね。そして何もしなかったのと同じように遠ざけマグネ、引っ張りマグネの効果が発動します。スイッチとマグネブロックの基本はこんなところでおしまいです。分かったことは全部紹介したかな。最後にお遊びで作った自動ドアと、あと部屋の電気をつけたり消したりできる装置作ってみたので、それを紹介して終わろうと思います。作った自動ドアはこちらです。これはマグネブロックに収納ロッカーをカモフラージュしてみました。カモフラージュする際、向きによってちゃんとね、形、まあ方向が変わりますね。前後左右が区別されてマグネブロックカモフラージュされます。利用する際は向きも変えて、向きも考えてマグネブロックカモフラージュしてみてください。そしてこのスイッチを押すと中の電気が全部ついてドアが開きます。中のスイッチを押すとドアだけが閉まって電気には影響がありません。こっちのスイッチを押すとドアだけが開いて電気は消えませんね。最後にこのスイッチを押すことで電気が消えてドアが閉まります。この仕組みは下側や上側にスイッチがいっぱい並んでいて、ドアが開いたり閉まったりするマグネブロック、そして中の電気の回路に力が加わるようになっています。このスイッチを押すと上にあるマグネブロック、ちょっと見えないな、
あそこにある引っ張りマグネに力が加わりつつ、中の電気の回路にも力が加わります。逆にこっちを押すと、下の引っ張りマグネと中の電気の回路に力が加わります。そして中のこの2つ、この2つは電気の回路には力が加わらずに、ドアだけに力が加わるようになっています。はい、お疲れ様でした。今回はこのスイッチとマグネブロック2種類について説明しました。いかがだったでしょうか。基本ばかりでしたが、ちょっと長くなったので最後にまとめだけします。まずはスイッチから。スイッチは全部で5種類あって、それぞれ効果範囲が異なっています。スイッチを押すことで範囲内の兵器、明かり、そしてマグネブロックに影響が及びます。同じ種類、同じ向きのスイッチ並べておいても連鎖しませんが、種類を変えたり向きを変えることで一度押せば全部反応するなど、回路のように扱うことができます。次はマグネブロック。マグネブロックのレシピは空っぽ島で覚えることができます。マグネ鉱石は闇闇島で取れます。そして引っ張りマグネと遠ざけマグネを使うことで、マグネブロックが引っ張られたり遠ざかったりします。そしてこのマグネブロックは別のものの見た目に変化するカモフラージュ機能を使うことができます。カモフラージュしても同様に引っ張ったり遠ざかったりします。そしてこのカモフラージュした時、元の物体、収納箱だったり、そういったものをカモフラージュしても効果は使えません。中に物をしまうことはできませんね。そしてスイッチを並べた回路とマグネブロックを応用することで、遠くのものを動かしたり電気をつけたり消したり、結構いろんなことができました。まとめはこんなところかな。今はまだできませんが、2月28日のアップデートではこのスイッチがドアにも対応するそうです。スイッチを踏むことで、そばのスイッチを押すことでドアが開いたり閉まったりするようになるらしいです。水車もね、追加されて、スイッチを押すことで水車の電源が入ったり消えたりするそうです。楽しみですね。今回はこんなところでおしまいです。また次回お会いしましょう。バイバイ。